元阪神タイガースの鳥谷敬氏42がドラマ初出演。元阪神タイガースの鳥谷敬氏がドラマ初出演が決定。鳥谷氏は2004年から19年の16年間を阪神タイガース、20年から21年の2年間を千葉ロッテマリーンズでプレーし、13年には WBC 日本代表に選出、ベストナイン6度ゴールデングラブ賞を5度受賞した実績を持つ。プロ野球選手としてのキャリアも非常に成功しており、そのため多くの人々が彼のドラマ初出演に注目していました。 TBS 日曜劇場下克上球児、10月15日スタートで俳優デビュー果たす。高校野球を通して現代社会の教育や地域、家族が抱える問題や様々な愛を描くドラマ。彼の熱意と才能がどれほどの演技を見せるのか、ファンたちは大いに期待しています。今後の鳥谷氏の俳優としてのキャリアにも注目が集まっています。彼の努力と情熱で成功を収めることでしょう。